その日、俺たちは、多分、普通よりははるかに恵まれた、人生のレールを、外れてしまった。あなたと一緒に死ぬなんて、いや。カナダとは将来を誓い合った間柄です。気がついたら私はここにいました。よし、元気になったぞ。うがー、お前とはそう約束した覚えがないから言わせてもらうぜ。最低だ。私、誰よりも先に帰りたいと思ってる。命令であれば後腐れがなくていい。金の折り合いをつけるだけだ。もう手の届かない場所にぶち込まれたと思っていたが、君たちと戦っているといろいろなものが俺の中に生まれるんだ。我一人孤独、見知らぬ世界に降り立ち、遠い星からやってきたドライブ。今は右目が見えない。世界の半分しか見えない。人の思いとは温かいものなのですね。わかるさ、痛いほどにな。私にこれ以上言わせるのか。それこそ無粋というものだよ。存在結晶がなくても思い出せる。絶対に変わらないものなんてあるのかしら。お互い足りないものがあったら。優しいね。じゃあお先に。私と同じですね。だったら死ぬより辛い目に遭わせてやるよ。もっとだ。全てを、世界を変えるんだ。